おはようございます。6月12日モーニングショットをお届けしたいと思います。昨日の相場でございますけど、156円の96から、157円の39まで、アジア時間、ほぼほぼドル円は上昇する展開となりまして、特にアメリカの米債の利回りの上昇があって、買い上がった分がございました。ただし6時前から崩れたドル円ですが、これはユーロドルの下落でユーロ円が引っ張られてドル円も上昇が止まったかなというふうに思います。途中から米債の利回りが下落をし始め、今度はドル円の単体のロングのストップを引っ掛けて157円の前半へ買い下がる向きが結構いたと思うんですね。1505ちょうどそのあたりこう買い下がって、結果的には投げさせられて、ちょうど午後10時前に156円の81の安値をつけております。ただそこから今度は強烈な巻き戻しがございまして、今度は下値156円の80以下、買いたい人間がやっぱり買えなかった、突っ込み売りをしてしまった人間の損切り買い戻しも入って、止まると思った今度157円のちょうど05、もしくは157円の10、止まらずに今度は157円の40まで大きく午前1時半にはショートカバーをするという非常に激しい行ってこいとなりました。米債の入札、10年債の入札がございまして、非常に好調ということで価格が上昇、利回り低下となって、午前2時ぐらいから今度はドル円再び売られて、明け方4時半前に156円の94の安値をつけておりますが、引け前に157の15まで戻して157円の13で引けるといった形となっております。非常にこう昨日はですね、今日の CPI や FOMC の前にポジション整理をしたいという向きもあったかもしれませんが、高値圏で買いで捕まった人間の分投げと、途中ショートにひっくり返したらさらにそれを往復ビンタで捕まったというパターンだったのかなという気もしております。本日ですね、基本はやっぱり買いたい、下で156円台、特に、8575ぐらいで買いたいなという意識はあるんですけど、そこまで下がるかどうか、あんまり157円台高いところ買ってると昨日の二の舞で、30台とか買ってて、結果的にはこんな156の81まで下げる過程で、ロングをぶん投げた人たちがいっぱいいたと思うんですね。それと同じようになりそうで、今も20台ぐらいからあっという間にこう下がってくる展開もございまして、あまり高値を飛びついて買いたくはないというイメージがございます。それと上値157円のその35から40ゾーン、何回やってもやっぱり突き崩せない、157の50の手前で売りが出てくるというパターンなので、やはりロングの利食いはしっかりとやるべきで、特にその夜ポジション残したくないなというふうに思います。あとそれと一つ、本日ですね、2週間に1回、ちょっと病院通いをちょっと、家の家族のためにそれしなきゃいけない分がございまして、ちょっと今日11時前には家を出ます。したがって、今日ちょっとポジションが取れないということと、ツイートも少なめというふうに思います。戻りがどうしても午後3時から4時の間ぐらいになると思いますので、本当遅ればせながら戻ってきてからまたコメント書いてみたいなと、そんな風にイメージをしております。本日売買方針は民株様にお願いをして、もうすでに、作成を依頼をしているので、売買方針出てくるものと思います。大変ご迷惑をおかけいたしますけれども、よろしくお願いしたいと思います。あと今晩 FOMC、 確かに、材料的にはですね、今回現状維持なわけですけど、特に日本の、金利が今後どうなるのかという部分ですね、今週末非常に注目が、集まっているというふうに思います。その辺も踏まえて、あまり大きくポジションを傾けたまま、迎えないようにしたいなというふうには考えております。それでは、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。簡単でございますが、モーニングショットでした。それでは失礼します。